もこんにちは、ダイアリーメンバーのせずです。オクラです。よろしくお願いします。今日はダイアリーメンバーのオクラちゃんにインタビューをしていくって企画になっているんですけれども、はい、オクラちゃんは早稲田卒業してからスタートアップに5人目の社員として入社していて、はい、入社する前も受験系 YouTuber オクラとしてチャンネル登録者6万人のチャンネルを運営していたっていう経験がございまして、オクラちゃんがなんで受験 YouTuber 始めたのか、なんで早稲田からスタートアップに入ったかっていうところをちょっといろいろ聞いていきつつ、今何やってるかっていうのを ね、深掘りしていければなというふうに思っております。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。はい、オクラです。今は旬ダイアリー就活チャンネルの責任者として株式会社ダイアリーで働いております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、まずこれ皆さんが一番気になってることだと思うんですけどなんでオクラちゃんは受験系 YouTuber を始めたのかなっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど。受験系 YouTuber を始めたわけじゃないのよ、うん、初めは。あ、そうなんだ。うん、初めは全然違うことを発信してたの。自分の転機になったのは、うん、大学1年生の春休みの2月3月でセブ島に IT 留学に行ったの、うんうんうん、で、英文科だったから英語を学びたいけど、なんかその時に自分で稼げるようにならなきゃって思った時期だったんだよね、うんうん、その時に IT スキルとかが必要って聞いて勉強しに行って、でそのセブで動画を撮って初めても投稿してみたりして、IT 留学来てます、でこういうコースでこういうのがあってとか、血迷ってメイク動画出したりとかいろいろしてたんだけど、そこから流行り風が流行って、で日本に帰国して、その時東京に帰れなかったね、うんうん、飛行機の便が取れなくて、で大阪に帰ったんだけど、自粛期間だった時に家にすごい参考書がいっぱいあって、で英語とかにもついて言ってたから、うん、受験勉強についても言ったりしてたの、うんうん、そしたら受験生からのコメントがすごい増えて、うん、もっとこれについて教えてくださいとかいっぱい来たから、それについて言ってたらいつの間にか受験系になってた。あ、そうだったんだ。でもなんか、なんでそういう自分から行動を起こそうと思ったかで言うと、うん、家がめっちゃ裕福とかじゃないかったのね、うんうん、で大阪出身なんだけど塾にも行かず一人で家で勉強して早稲田に受かって、うん、そう都内の私立に行ったんだけど、それまでは地方の国立を目指して勉強してたわけ、うんうん、で私が急に早稲田行きたいとか言ったから、なんかもうたまげるわけ。そんな元から頭いいわけでもないし正直行けると思ってなかったから、うん、両親はとりあえず進めてたものの、うん、合格しちゃったって感じだった。だから奨学金もマックスで借りて入学して、うんうん、ってなったらもう一気に世界広がったよね、うんうんうん、東京の私学って普通の基準が高いっていうのかな、うん、なんか当たり前に海外旅行頻繁に行ってたりとか、うん、自分だけ行ったことなかったり、なんか遊びとかもみんなどっからそんなのかなと思うようなとか、いや間違いない、普通に内部からのさ、うん、進学してる人とか、ね、そうとかって考えたらずっと私学なわけで、うん、彼らみんなさお金持ちとは思ってないよ、うんうん、だけどもうすごい差を感じて、うん、悲しくなっちゃったのね。自分は海外も行ったことない、うん、キャンプとかスキーとかスノボか、うん、そういうのとかの経験も全然ないし、うん、みんなどこにお金があるんだろうと思ってて、3つぐらいバイト掛け持ちしたの、うん、夏休みとかね、塾講師と家庭教師と夜は和食居酒屋って言って、うんうん、もう働きまくってお金稼ごうと思ったんだけど、そしたら限界が来たのね、うんうん、学校も始まって、あ、これ無理だと思って、時間もないし学業も無理だし、なんかどうやったらいいんだろうってなった時に、あ、そういう時給じゃない働き方っていうのを知って、うん、でそれが初めは IT とかで、うん、ホームページ制作とかやろうかなって思ってたんだけど、 YouTube とか発信の方はすごい影響力とかも武器になるとか、ストック型じゃん、はいはいはい、やって終わりとかじゃなくてコンテンツが溜まっていって資産になるからっていうのを見て、うんうん、絶対やろうって思って始めたっていう感じ。もともと発信するのとかは好きだったの？わかんないけど、うん、ちっちゃい頃は目立ちたがりだったと思うし、うんうん、目立つ性格では、うんうん、と喋るのが好きでは、いや間違いない、だからなんか喋るのが苦じゃなかった、一人でこうやって、うんうん、後付けだけど、うん、受験 YouTuber になったきっかけっていうのももちろんあって、うん、そこに対する思いとかもめっちゃある、うんうん、それ一番聞きたいわ。いやそうの、うん、それで言うと私は受験勉強を通して人生が変わったって本気で思ってて、うんうんうん、っていうのも今のこの話を聞いてくださった方って、私すごい行動力あるとか、うん、何でも自分に自信あっていろんなことできてと思ってくださってる方も多いんじゃないかなと思ったんだけど、うん、そうなったのは受験勉強がきっかけだったんだよ、うん、さっきも言ったように元から頭いいとかでもないし、ずっと大阪にいて普通にやってたんだよね、うん、すごい夢とか大きいこと言う人がすごいなんかよくわからなかったよ、うんうんうん、夢は必ず叶うとか、うんうん、自分次第だ
かって綺麗事言わんといてと思ってたのがちで、そんな無理やん、うんうん、現実見てるからこっちはって感じだったのね、うん、だからなんか全て自分がいけそうなラインを選んでた、うんうん、例えば幼馴染が私いて、うん、ちっちゃい頃から一緒で小学校一緒にバスケ始めて中学校も一緒にやってて、うん、で高校ってなった時に、うん、一緒にねいろんな強いところに体験入部みたいな行ってたの、うんうんうん、ずっとなんだけど結局私そういうところに行っても自分出られへんやろうなと思ったの。あ、スタメンで選ばれないなって。そう、うん、私スポーツ科みたいなところで厳しいのって自分なんか無理そうやなってなった時に、うん、私普通の公立高校を選んだの、うんうんうん、でもう1年生の頃から試合に出て、うん、先輩を差し置いて出てて自分の時も自分がメインでもうずーっとやってたの。けど幼馴染はやっぱ強いところを選んで行ったんやけど、1年生の時にはベンチも入れない、うん、2年生やっとベンチだけど3年になった時にその幼馴染は副キャプテンになって、しかも近畿大会とかも出てなんかもうすごい手の届かない存在じゃないけどなってて、しかも今よく考えてみると小学校一緒にやってた時から幼馴染は自分の部屋の壁に大阪ナンバーワンのガードになるとか書いてたの、うんうんうん、でほんまにナンバーワンになるって感じで言ってたし、その努力もしてたし私に対してすごいライバル意識を向けてきてたの、うんうん、で私はもうそういうのが嫌やったのね、うん、なんか多分争って負けるのが嫌やったと思うんやけど、うん、なんかそんなんどっちでもよくない、うん、チームが勝てばよくないみたいな言ってたしもうナンバーワンになるなんて言えなかったし、うん、その努力もしてなかったわけ。けどそこでなんか若干羨ましかった、どこかで夢を掲げて頑張ってる人が羨ましかったけど、うん、自分はその努力をする勇気もないみたいな、うんうんうん、人生やった時に一種の反発心でどうせやるんやったら宗家っていう選択肢全くなかったけど、うん、YouTube を見た時になんか宗家は誰でも合格できるみたいな流れてきたの。はい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 、はい、よくあるやつね。よくあるやん、うん、で私パッて見た時にこれほんまにいけるわって思っちゃったの、うん、いい意味でバカやし単純やったから、それあほんまに自分でもいけるかもしれんと思って、うん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 、そうなった時にいきなりめっちゃキラキラしてるから、大阪の田舎から宗家って言ったらもうクイズ番組に出てる綺麗なお姉さんみたいなイメージ、うん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 、あそこなら行きたいと思って、ほんまに行くんやったら行きたいなと思ったところに受験しようと決めて、マジで頑張って、しかも私ずっと E 判定やったんやけど、うんうん、部活引退して高3の6月とかから本格的に始めて、うん、でも自分でもできたっていう成功体験があって、そこから私は限界を決めてたのはもう自分やったんやなって本当に思っちゃったの歌詞みたいなんだけど、今の奥倉先生が出来上がったんですね。そう、何事も初めから諦めてたらそれは無理や絶対、うん、だってやらへんもん、挑戦しひんけど、そういう人が多いなと思って、うん、でもそんなことないよって伝えたかった。なんかまあ就職するともう自分の本当にやりたいって何やろうとか、うん、大学やったら本当に行きたいところってどこやろうっていうのを考えてほしくて、自分はさ行けるところでしか考えてなかった人生、うん、けど何も取っ払って行けるんやったらどこ行きたいって考えた時のその目標を置いてもらって、それに向かって全力で努力するっていう経験って大学受験持ってこいやなと思って、一人でも多くの人にそういう頑張るきっかけとか勇気になったらいいなと思ってYouTube をやってました。オクラチャンネルがね出来上がったな。今オクラちゃんはその受験系 YouTuber はまあ一旦、まあ、軽く引退してるわけじゃないですかそうですね。なんで自分でお仕事もできたにもかかわらず、うん、あえて早稲田を卒業してこの5人目としてね、うん、スタートアップ正社員として入ったのかなっていうのがちょっと気になるところではあるんですけれども、うん、そうですよね、はい、まあ、よく聞かれるので、まあ、こうやって喋る機会をいただいて本当に嬉しい経緯を説明すると、うん、1年の 2,3 月くらいから始めたって言ったやん、はいはいはい、YouTube を、うん、で2年生の4月ぐらいから受験に切り替えたの、うん、でその1年間まるまる私はこう4月にやってきたことを5月6月ってもう毎月自分の言いたいことを完全に全力で言い切ったわけ、うんうん、そしたら2年目がやってくるわけですよ。3年生の時これ去年も言ったけど大事やねんなみたいなあ一周したわけね。そうそうそう、これで何を言おうかなっていう風に今ちょっとずつなってきてる感じで、はいはいはい、モチベもそうだし、うん、いろいろ数字もまあゆっくりになるわけよ、うん、そうなった時になんか自己嫌悪になってしまったりとか、うん、友達とも全く遊ばないようにしたし、うんうんうん、本当に集中してそれこそいろんな有識者の人にどんどん会いに行って、うんうん、アドバイスもらってっていうのをしてたのね、まあ、そういう過程でしゅんさんとも会ったんだよ、うん、いろいろやっぱつながりとかあるから自分よりも登録者の多い YouTuber の方とかビジネスとかやってる方に話を聞きに行ったりしてたら周りがすごい人ばっかりになったのね。そしたら呼んでもらえるようになったのいろんなところに、うん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 、それは私が YouTuber で若くて早稲田で数字を持ってるから、うん、だからだなっていうのは分かってたの、うん、そうじゃなかったら呼ばれないようなとこに呼んでもらった時に、うん、全てのね指標がそこになってしまったの、うん、価値を測るのが私はそう価値を測られてるって思ってたし私も全員のことをそういう目で見てたんだろうなって思うけど、うんうんうん、ってなってた時にその延長線ってどうなるかっていうと悩んじゃうんだよね人、で私本当に
もう自分でも思うぐらい明るいはずなの、うん、なのにもう笑えなくなって、うん、毎日なんか停滞、うん、って思っちゃって、自分もう息してるだけでマイナスだなって思っちゃった。オクラちゃん、そんなやばくない？てかこの明るいオクラちゃんでもそんなうつチックなことが起こり得るんですね。そう、それが4年生の春ぐらい、うん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 、でも本当に YouTube もやらなきゃでもできないみたいな、その間あみんなに失望される、どうしよう自分勝ちない、うん、みたいになっちゃって、うん、もう外にも出れなくなって、家族は大阪にいるんだけど、うんうん、誰も言えないわけ、当たり前、心配かけたくないし。でもまあその実家に帰った時があったのね。その時にお母さんに冗談チックに聞いてみたことがあって、うん、東京に一人でおって大金持ちになってみんなのこと幸せにするか、大阪帰ってきてもうずっとゴロゴロしながらたまにバイト行く生活するか、どっちがいいって聞いたの。その家族はいつでも帰ってこいって言うから、うんうん、そしたらお母さんがもう何でもいいから大阪帰ってきてほしいみたいな、そう言われた時に、なんかその存在を肯定された感じ、うん、もう私がさ数字持ってるかなって一切関係ないから当たり前やけどそうね、そう、まあ、親族全員、うん、みんなもうウェルカムなの、いつでも帰ってこいって言うのね、うん、次いつ帰ってくるんやっていうのを環境に行った時になんか思い出したの。もうね、本質ってさ存在に価値があるやん、うん、全員っていうことをもう忘れてたから、私は価値ない、そんな思ってる方が家族は悲しむなと思って、うん、年の元気ってさめちゃくちゃ価値あるかって心から思うように間違いない、ほんまそう、そうなって、まあそれはいろいろ手帳に自分で書いたりとかセルフコーチングとかその時にめっちゃ勉強してやって元気になってきたっていう経験がありまして、はいはいはい、その時もう全部やめたんですよ、うん、自分元気ないのもったいなさすぎると思って、うん、YouTube もやめるって決めてやめて、うん、もう大阪帰るって思って、うん、家も解約して、うん、大学まだ週1だったの、はいはいはい、っていうぐらい何もかも捨てた、元気になるために東京離れ、離れた地元に帰り、そうでもやりたいことだけをした。なんか YouTube やってる時って時間もったいないと思ってたし、なんかやって何になるんってこと一切やらなかったの、うんうん、料理もしない、全部ウーバー、歌が好きだからカラオケ行くとか、うん、ダンスも習ってみたいなとか思ったり、うん、韓国語もやりたいってずっと思ってたけどやってなかったことを全部始めたの、うん、人間不思議なもので次また働きたくなってくるよね、うん、何ヶ月も働いてなかったら。でバイトしたいなと思っていろんなとこ行ったんだけど、まあ、ダンス4年生だからさ、うん、できなくて全然採用してもらえもないもんね、そうそうそう、もう卒業しちゃうから、そうそうそう、だから誰でも行けるのを探した時にリゾートバイトっていうのがありまして、うん、出ました、はい、オクラの天気リゾートバイトそう、8月の丸々1ヶ月を新潟県で住み込みでバイトするっていうのに行ったのね、うんうんうん、そこで私はずっと YouTube やってたわけで、うん、規則正しい生活もしてないし、うん、決められたこともやってないし、うん、出社もしてないわけで、うん、できるのかが不安だったのね、うんうん、結論できたの、うん、全然みんなと楽しく働いて与えられたことをちゃんとやって、うんうん、決められた時間に働くが全然できるなって。で人と働くってやっぱ楽しいなと思ってたの、うん、一人でやっててしんどかったからって時にですよ、しゅんさんが闘争心バキバキで一人でめっちゃでかくなってやるって言ってたオクラちゃんが新潟でバイトしてるそうあれって、そうそう、あれそれを聞いたしゅんさんは、うん、ほんとすぐその新潟、うん、越後湯沢っていう駅なんですけど忘れもしない来てくれて、私さその時採用少しでも考えてるとか頭にないから、うん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 、そんなに私とご飯食べたかったって自己肯定感上がってきてよかった本当にそう、なんかえ何だろうと思いながら、何の回だろうと思いながら普通に喋ってたら、しゅんさんのすごいところは巻き込み力だなと思うんだけど、うん、もう気づいたら入社してたよね、うん、分かる、本当に分かるよね、うん、気づいたら入社してた。ダイヤに今あの選択肢広げるとかさ、うん、一歩踏み出すの応援するとかがあって、私が広い意味で言うと重なってるなってすごい思ったの、うんうん、とかダイヤリーの人が全員いい人なの、うん、知ってたから人と働きたいに合ってるからいいなって思ったんだよね。全てはなんかタイミングとかだった気がする、うん、働きたくて、職ない、内定先もない、就活1ミリもしてない、はい、になってダイヤリーに入りましたね。おめでとう。その YouTube 辞める時とかもめっちゃマイナスな気持ちになったんよ、うん、私の2年間何だったんだろうとか、あ頑張ってきた私ごめんねとかすごい思ったの。もう今は別に残ってるやんっていう、うん、やったこと残ってるし無駄になってないし、しかもなんか今までその誰もがめちゃくちゃ頑張れると思ってたの、気持ちだけで、けどそれだけじゃ心を病んでしまう人も出るんだなっていう、そっち側を知れたから、受験とかも行きたいんやったら頑張るよ、うん、だけしか今までなかったところを、うん、いやそうなる人もいるよねっていう、うん、今度はこうちょっとこうドロップアウトしそうな人にこう手を差し伸べられるような人になれた気がしてて、うん、すごい自分の中では成長だったなと思うし、うん、いい機会だったなって心から思ってる。おー、
でいろいろあってダイアリーに入ったわけですけれども、うん、社内のことでもいいし社外でもいいんだけど、うんうんうん、なんかこれからやりたいみたいなこととかありますか？自分の中で明確にあることが一つあって、人生を通してやりたいこととしては、うん、元気になる過程でセルフコーチングであったのね、うんうん、そう、自分の感情とかをノートとか手帳に書いて、それに対してこう深めていって本質にたどり着いて、自分の思考の癖に気づいて、うんうん、それを矯正するみたいなことすごいやって、うん、私視野も広がったし、うん、どうしても人間ってさ色眼鏡で見ちゃうじゃん、うんうん、それを自分で気づけるようになったりして、すごい生きやすくなったりがあったから、苦しい人とか毎日なんかモヤモヤ抱えてる人に、まあ、要はコーチング的なことをして気づき与えれたり、前向きな気持ちで何か頑張って、しかもそれが結果にもちゃんと出るみたいなお手伝いをする人を、仕事でも仕事じゃなくても、うん、例えば社内の誰かインターン生が困ってたらその子にしたいし、仕事になったら仕事でもしたいし、っていうのはめっちゃある、この経験を通して。社内とかでは会社全体がまだその未完成だからこそできることってさ、たくさんあるじゃん、もうちょっと全体をよくできる人になりたいなと思ってます。素晴らしい、頑張ってるみんな。頑張ってる、ほんと、まあ、生きてるだけで偉いからね、基本。こんな私たちなんですけれども、ちょっと我々と一緒に動画作りたいなとか、モヤモヤしてる人の選択肢広げてあげたいなとか、ね、思ってる方いれば、ちょっとめちゃくちゃ未完成な会社なので、まあ、何が提供できるっていうわけではないですけど、ちょっとでも興味持ってくれてる人がいたら、ぜひあの概要欄に採用の応募のリンク貼っておりますので、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。来てください、来てください。じゃあ今日はね、オクラちゃんがどんな人生を歩んできたかっていう話についていろいろお聞きしたんですけれども、まあ、オクラちゃんの話聞いてね、私も頑張ろうって思った人はぜひ我々と一緒に頑張っていければなと思います。はい、コメント待ってます。待ってます。で、このチャンネルではキャリアに関するコンテンツや仕事頑張ろうって思えるようなコンテンツを投稿できるようにちょっと頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。お願いします。それでは、じゃあ何しとく今日は。え、何じゃなくていいんじゃない、なんかさ、終わり方作ったら。確かに今作ろう、この動画で作ろう。確かに。あれは、おつきゃりーとか。おつきゃりー絶対嫌なんだけど。じゃあ、おつきゃりー、おつきゃりー絶対嫌なんだけど、恥ずかしすぎん。わかった、キャリアジャンプ。じゃあ、今日も一緒にお願いします。はい、せーの、キャリアジャンプ。はい、終わり。これでいいんじゃない。本当にこれする。あ、いいじゃん。